防止に関して今安倍ロチン会談が、来月の15日ね、12月15日来月の、15日に開催開催でされます。そしてまた、昨日ペルーで、両者と会談していますし、ちょっと無党返還論がですね、雲行きがだんだん怪しくなっていて、これはまた経済協力のくたばりではないかというようなですね、新聞の手を持たれますが、どういうふうに小平さんは考えたのか。今月号なんかでもですね、私が書いてるところの今月号では、その松岡洋介というですね、安倍さんの王子でしょうな、それからもう一人、義理の祖父っていうんですかね、岸信介というこの二人の人物がね、どちらもですね、満州っていうところで、松岡洋介は本来はアメリカ派のね、オレゴン大学出身の英語の天才であると言われた男だし、ではありますけども、基本的には彼は非常にビジネスマンでね、山本丈太郎という人に、満鉄副総裁にすぐしてもらって、ずっと満鉄周辺でいて、それから政友会の議員になってね、そのファシズム政治家っていうよりは、むしろもっとしっかりしたその政党の、政党廃止論者っていうかね、そういう役割を果たした人ですが、岸信介っていうのはね、やっぱり満州国をどういうふうに作り変えていく中でね、やっぱりこのね、もともとね、敵がソ連なもんだから、あの辺はソ連と同じようなね、効率を作りたいというね、効率のある産業組織を作りたいということをね、彼は考えてて、国家社会主義的な人物だけど、そこでね、良くも悪くもね、私のデザインによるもんだなって、かっこいいことを言うわけですよ。つまりね、これはね、どちらもね、そのソ連というものをね、当時のソ連、しかもそのスターリンの最高潮の頃のね、ソ連に中でですね、そうやってね、オポチュニズムっていうかさ、機械主義者でかっこいいこと言ってね、日本に新しいその政治革命を持ってこようっていうね、タイプの2人の人物がね、彼の血筋の中にね、ちゃんとあるっていうことはね、こういう言い方っていうのは、前も何遍も言ってるんだけど、やっぱりここに来て、ああ、日本の運命はね、どうなるのかなと考えざるを得ないというね、ところがある。私は昭和天皇実録をですね、全部読むというね、読破会というものを一人で作ってるんですが、その中にですね、昭和15年の、第二次近衛内閣の閣僚にね、入っていく、実に短い期間なんだけども、第1次第2次で外相になっていくっていうね、その時にその昭和天皇もそうですが、いわば旧勢力がね、松岡という人物にね、どれほどね、近衛も含めその恐怖感を持ってね、折り合いの悪いやっちゃなと、世の中のルールが分かっとんのかと、そして、ドイツに行ってはね、その日独伊三国同盟を結んでくる。その時にですね、もう天皇は一生懸命言うわけですよ。で、ここのとこ気をつけろ気をつけろって出てくるからね。それはもう本当にね、珍しい記録ですよ、あれは。そうなんだ。それはすごい。そしてそれがまたね、帰りにね、そのスターリンのとこ寄ってきちゃうんだから。勝手に寄ってきちゃってさ、中立条約結んじゃうんだよね。そしてもうすでに日中戦争が始まってるし、
そこでまたね、そのベトナムですな、ベトナム侵略ってのはフランスと戦争するわけだから、フランスとイギリスとでベトナムとの戦争が始まるときにね、そうすると、そんなこと言ったってね、じゃあ その問題について、片やその中立条約を結んでる、片やで公私同盟を結んでるっていうね、どんな大戦争に引きずり込まれるんだっていうね、ソ連はやっぱり敵対してくるんじゃないかとか、そういう当たり前のことをね、その心配してるわけですよ。天皇が心配して、天皇してるんですよ。これはね、すごいよ。そうか、それでは、でね、やめましたけどね。やっぱりね、その時にね、要するにね、天秤にかけるっていうね、ビジネスマンだから、満鉄の、はっきり言って、満鉄のビジネスマンだからね、戦争っていうことよりも、こうパワーバランスみたいなものがね、有効であると。で結局最後はね、その果て に俺は日本日ロ独というね、この3つの組み合わせを作ってアメリカと交渉するんだっていうところで、ね、最後に近衛がね気づいて、で首切るわけですよ。でもその時は時すでに遅く、ね、その後すぐ戦争になっちゃうからね、戦争になっちゃうっていうか、結局東条内閣 にすぐなってしまうから、そうすると、まあ、彼のねやったことは何だったんだろうっていうことになってしまうんだけど、しかしね、やっぱりさ、今の夕刊フジにも出てるけどさ、夕刊フジはいつも書いてるよ。要するに中国をね黙らせるためにね、ロシアと手を結んでるんだとか、ね、それからそこにねトランプが加わりそうだとかさ、だから安倍政権はね安泰だとかさ、ずっと書いてんだよ、今日も書いてんだよ。でもね、それさ、野郎時代って言葉があるけどね、もう大して大きくなくなったし、もともと軍備なんか何もないんだよ、この国は。この国ははっきり言って。それはさ、その松岡洋介の時代は、なんて言ったってさ、軍隊が強かった国なんだから。ねえ、それでもできなかったことだよ。いや、じゃあ、ロシアっていうのはね、戦争だけが強い国なんだよ。はっきり言って、経済力はないけど、戦争だけは強いんだよ。だからいろんなものを結びたいって言うんだよね。これはね、最も危険なことなんだよ。それは。一番それをね、根本的にそれを疑ってるのはアメリカなんだから。だからさ、中国だってそれを疑ってるんだからさ、ロシアとくっつくってことはね、まあ、どうせ中国なんてのはね、うまくいくときといかないときってコロコロ変わっていくよ。アメリカはまあ、そんなこと言ったってね、やっぱりさ、責任持ってんだから。そんなことは絶対許さんぞということが、まあ大体そのね、トランプが登場するまでは、安倍さんは松岡洋介流のね、夢物語が描けたんですよ。ところが、トランプというふうに決まって、トランプのところに行ったでしょ。その時に、ね、信頼できるリーダーだって言ったけど、その後も帰りだけはね、面白くない顔してたよ。なんとなく車の中でも、それからAPEC とのね、昨日の会談でね、まあやっぱりプーチンの方からね、僕はあんまり期待持たれたら困るっていうのはね、私はね、そのプーチンはアメリカのこと考えてると思うんですよ。日本のことなんか何も考えてない、ちょっとこれ無理だぜと、というね、なんだか知らないけど80年前のさ、事件がさ、本当に何遍か私どもはそういう話が好きだから書いてきたけどね、やっぱりここに来てね、この12月ね、12月8日に戦争が始まったんですから、12月15日にね、太平洋戦争って12月8日に始まったんですからね、12月15日に
長門市っていうところだよ、うん、下関と長門市っていうところで戦艦長門のな合うってるのさ、なんかの、ね、歴史的な絵、うん、悪夢が再現されるのか、そうそう、がするよね。だけどやっぱり今日のところはこれで終わるっていうのはどうですか。